はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久しぶりに栃木に来ております。というのも本日訪れたお店はこちらでございます。じゃん、後ろこれ見えるかな。本日はですね、ジンジャービレッジ村岡屋さんにお邪魔しております。というのもこちらのお店はですね、まあ、以前僕も動画でお世話になったりとかね、まあ、大食いの方も何人か行ってるんですけれども、村岡屋さんという、まあ、お店のこの、ね、セカンドブランドのお店なんですよ。でこちらは店名の通り、まあ、ジンジャーね、生姜を使った生姜醤油ラーメンを提供しているお店でして、本日はですね、デカ盛りではなく通常メニューを何種類もいただいていこうと思っておりますので、早速ね店内の方に入っていこうと思います。それでは。はい、ということでただいまね店内の方に入ってまいりまして、もうね1品目のメニュー到着しております。こちらがねもう1杯目なんですけども、生姜醤油のチャーシュー麺でございます。もうねめちゃめちゃいい香りがしておりますんで、早速ね食べていこうと思います。いただきます。ひとまずこちらのスープからいただきます。生姜効いてる。醤油の香り結構濃いんですけど、それに負けないぐらい生姜の香り、かつねこのラード系の香味油っすね、この油感がすごくて、めちゃめちゃ醤油の香りの濃い醤油ベースの生姜焼きとか食べてるような、そんな感覚になるスープですね。うまみがすごいわ。先にこれチャーシューいただこうかな。こちらチャーシューでございます。うん、そしたら続いてこちらの麺なんですけど、ちょっと見えますこれ。このね自家製麺もオープンからいろいろと変えてるみたいでして、今現在はこの加水率っていう小麦とお水の対比なんですけど、お水がね 50% らしいんですよ。もちもちプルプル感がね結構特徴的な麺らしいんで、早速ねいただきます。もうでこんだけかすり高くてもしっかりコシ残ってるんですね。うめえ。うまっ。うん、コシがしっかりある、かつね食感ももちもちプルプルで、そこにね小麦のいい感じの香りが加わってるんで、これマジで絶品。これはねライス行くしかないっすね。うん、はい、こんな感じ、ラーメンライスでございます。まっ、続いてね、ちょっとこちらなんですけど、これサイドメニューの餃子でございます。そしたらね、これトッピングなんですけれども、味変に頼ませていただきました。こちら黄金生姜でございます。よいしょ。あー、うめー。
タンモ麺じゃないこれ。こんなね、広々麺もいただきました。見えるかなこれ、うん、うまっ。ということで、ただいまね、2杯目到着いたしました。こちらがね、塩チャーシュー麺でございます。塩のメニューについてはね、結構最近出た新商品となっているみたいなので、早速ね、食べていこうと思います。いただきます。スープいかせていただきますね、これスープ。この塩もめちゃめちゃ好みだぞ。うん、塩生姜なんで結構ね、こうあっさりというかマイルドなイメージをしたんですけど、やっぱり出汁感が強いので、見た目に反してね、もうドシッとした旨味の強い一杯ですね。醤油の方はスープ自体にこの醤油のね、香りっていうのがすごく強かったので、スープを主体に麺をいただく感じだったんですけど、やっぱりね、塩の方はどっかあっさりしているので、スープをいただくっていうよりかは本当にね、麺をいただくって感じで、こっちはね、麺が主体の一杯になってますね。そしたら続いてこちらの黄金生姜ね、入れていこうと思います。ということで、こちらがね、本日最後3杯目でございます。こちらのつけ麺なんですけれども、実はまだ販売をしておりません。本日はこちらのつけ麺をね、まあ、ちょっと先行でいただけるってことなんで、これ3杯目にいただいていこうと思います。これちょっとね、麺いただきたい。
もう。続いてはね、こちらの漬け汁っすね。うわうまそう。ちょっとこれでいただこうと思います。うまそう。うわ絶対うまいな、これ絶対うまい。いただきます。うん、うん。あ、これ。最後、スープ割りとかせずにちょっとライスだけ頼んで、こうかけて食うだけでも最高にうまいですよね。結構こういう見た目はね、濃厚系の、まあ、魚豚のね、漬け汁っていうのは、塩分もね、しっかり効いてるところが多いんですけれども、結構ね、このドロドロの見た目に反して、塩分はね、全然高くないです。ちょっとね、今、ちらっと、お店の方の方にね、こんな食べ方したいなっていうことで、ライスにね、ちょっとかけたいってお話をしたら、ライスをいただきました。すいません。こんな感じ。漬け汁の隠し味にこの酸味、お酢系を入れてるらしいんですけれども、このね、ご飯にかけると香りがね、すごい際立つんで、また麺と違った香りがしますね。はい、ということで、ただいまね、3杯完食いたしましたが、マジでね、3杯どれもうまかった。まあ、生姜醤油ってね、新潟のご当地ラーメンなんですけれども、こちらのジンジャービレッジさんのこの生姜醤油なんかも、どこかね、このご当地ラーメンのような懐かしさもありながら、ちゃんと油を効かせたりとか、出汁を効かせたりとか、本当にね、今時のこの流行りの本当に美味しいラーメン、それがね、いい感じに融合したマジでうまい一杯でございました。なかなかね、こう都心の方とかでもこの生姜醤油ってもう美味しいと思うところってかなり限られてくると思うんですけれども、この栃木にね、こんだけうまい生姜醤油がありますんで、ぜひね、皆さん食べに来てみてください。で、かつね、このつけ麺もそうなんですけれども、今日いただいていないこのうま辛っていう醤油だったりとか、あとは味噌なんかも、まあ、数量限定だったり日替わりでね、限定で販売しておりますので、ぜひね、お店ご来店される際にはこのツイッターをね、公式の方を確認してみて、好きなメニューを食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。